はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの浩平です。ついに来ました、アシックスの DS ライト X ライフ5。発売日は2023年の4月13日、価格は 23,000 円です。で、今回の X ライフ5なんですけども、前前作のこの X ライフ4の時のいい部分っていうのは引き継ぎながら、こう要所要所に改良を施して、さらなるこの安定感、そして素足感覚で、あとはさらにいいフィット感っていうところを追求した新スパイクに仕上がってます。なので今回の動画では X フライ4から X フライ5でどこが変わったのか、どこがアップデートされたのかっていうところを中心に今回の動画では語っていきたいと思います。まずスパイクの重量と軽さについてです。前作の X フライ4の時は片足約 203g、 X フライ5が片足約 204g っていうところで、まあ、軽さについては今までとほぼ同じです。うん、相変わらず軽いですね。うん、そしてデザインとかカラーについては、もうパッと見ではまあ X フライ4にね結構似てるんですけども、まあ、X ライフ5ではこのインサイドのところにアシックストライプがデザインされたりとか、あとこうパッて見るとこうヒールカウンターとかアウトソールが、あ、今回新しかったんだっていうのがまず目にこう入ってきますね。で、カラーについては白と黒にこのグレーが組み合わさったカラーと、あとは黒アッパーに白ラインのやつの2色が最初のカラーとしてリリースされます。で、アッパーの素材については前足部にはプラチナムカンガルーレザー採用で、中足部から後ろには EX スキンっていうマイクロファイバーが採用されてます。アッパーのこの前足部のレザーのところには中にフォーム材が内蔵されてるんですけども、 X ライフ4の時はこのフォーム材が低密度のもので、なおかつ厚みは 3mm でした。で、新しい X ライフ5では高密度のフォーム材っていうところに変更されていて、あとフォーム材の厚みも 3mm のものから 4mm のものに変更になったっていうところが前作との違いです。触った感じはこうもちっと感のあるレザーアッパーって感じですね。まあ、この最初からめちゃくちゃもうふにゃふにゃに柔らかいっていうよりかは、まあ、最初ちょっとこうある程度の歩型感があって、でここからこう履き込んでいくことで、まあ、自分の足に対してしっかりとこう足になじませながら履いていけるっていう感じのレザーアッパーに、そういった質感になってます。で、アッパーのここに書いてあるこのモイステクトっていうやつは、雨の日に使った後でも革が硬くなりにくい加工のことです。このモイステクトは X ライフ4の時にも採用されていて、まあ、X ライフ5になってもそれが継続して採用されてるって形ですね。で、中足部のマイクロファイバーも柔らかいです。いい感じにソフト。あとはシュータンも今回新しくなりました。まあ、前作の X ライフ4の時は人工皮革の、まあ、薄いシュータン採用されてましたけども、今回の X ライフ5ではこう柔らかな、ね、スウェード調の素材をベースにしつつ、その表面にフィルムを圧着したシュータン設計です。このシュータンの作りはあのモレリアネオ3のシュータンに似てる感じですね。ただ X ライフ5のシュータンの場合は表面のフィルムに抜き加工が施されてて、それによってこのシュータンの柔らかさを促進したりとか、あとこう足の甲に対しての足沿いの良さっていうところを追求してるっていう設計です。ただね、こう土で履いた時とかにこの抜き加工部分がいわゆるね、このスウェードがむき出しなんで汚れやすかったりするかもっていうところが、まあちょっとした懸念ポイントですかね。あとはアッパーの内張りには今回こうシンプルな薄いナイロン材採用されてます。で、かかとの内側のところはもうふかふかの肝素材で、かかとを柔らかくこう包み込んでくれるっていう作りですね。そして X ライフ4から X ライフ5でこの一番新しくなった部分って言ったら、まあアウトソールとヒールカウンターです。で、特にやっぱこのヒールカウンター、ここがポイントになってます。前作の X ライフ4の時もヒールカウンター搭載 で、あとかかと周りのホールド感とか安定性っていうのはかなり良かったんですけど、ヒールのホールド感がまあかなり良すぎた分、まあ、人によってはヒールカウンターの頂点がこうかかとに食い込んできたりとか、あとはその頂点がちょっとこうかかとに刺さってくるような違和感を感じる人も中にはいたりとか、あとはね、こう単純にヒール幅が結構細かったんでかかと周りとか結構きつく感じるっていう人も中にはいました。まあ、あの僕の場合は X ライフ4のこのヒールのね、絞り感とかキュッとなってる感触っていうのは結構好き で、なおかつ僕の足にもあの快適に合ってたんで、まあ、僕の場合は X ライフ4はもうすごい快適に履きこなすことができたんですけども、まあ、中には X ライフ4を履いた時にそういったこうかかと周りに何かちょっとこう違和感というか、何かこう合わないなみたいな感触をまあ感じる人もまあ中にはいたんですよね。で、新作の X ライフ5ではヒールカウンターの頂点の高さ、そして形状厚みっていうのが改良されてます。で、それによってかかと周りのホールド性っていうのはある程度こう維持したまま、ヒールカウンターの頂点っていうところがかかとにこう刺さったり食い込んだりしないようになりました。
前作の時はこのヒールカウンターの頂点がちょっと後ろ気味だったのと、あとはヒールカウンターの頂点の部分が、まあ、樹脂がちょっと薄い形状だったんで、まあ、それがこうかかとへ食い込んできたりする、まあ、一つの原因だったんですけども、 XY5 ではヒールカウンターの頂点の位置が、後ろ気味じゃなくてサイドになって、でさらに頂点の位置もちょっと低くなって、でそれだけだとやっぱかかとの補助性が下がっちゃうからっていうところで、ヒールカウンターの頂点付近の樹脂にちょっとこう適度な厚みを持たせるっていうところで、まあ、ヒール周りの強固さとか安定性というところを確保している設計にアップデートされています。あとは XY4 の時はヒール幅がスリムで、今回の XY5 ではヒール幅が標準ぐらいになってます。ここも違いですね。なのでまあ XY5 は簡単に言ったら、このより万人のかかとに合いやすくなった、よりこういろんな人が履きこなしやすくなったっていう感じです。はい。ただまあ、 前作のこのキュッとした感じとか、かかとがカチッと安定するホールド感みたいなのは、今回ちょっとまあ比べちゃうとちょっとマイルドになったなみたいな言い方もできるかもしれないんで、そこは人それぞれの好みとか、人それぞれのかかとの形状とかによってちょっと評価は分かれてくるかもしれないんですけど、まあ、そういったところですかね。うん。そして新しくなったアウトソールについてです。アウトソールに関しては XY4 の時の基本構造とかは XY5 でも引き継がれてて、特にこのスタッドの形状、そしてあとソール中足部のリブのところっていうのは XY4 の時とまあほぼほぼ同じになってます。ただこのスタッドの配置についてはちょっと微調整されてます。ではっきりと変わったのはアウトソールのこの衣装ですね。前作の時は細かなディンプル加工が、まあ、ソールにこの均一的に採用されてたっていう設計でした。で XY5 の場合はソールのイン側半分にはへこみ型のこの加工っていうのを施して、まあ、ソールの屈曲とかを促して、ターンの時とか蹴り出しの時とかに、まあ、ソールのこの柔軟性とかフレキシブルさ、あとは内ねじれっていうのを許容する設計になってます。であとアウトソールのアウト側半分は凸型の細かなリブを採用して、まあ、ソール自体のこの剛性を高めて、ソールの外ねじれを防ぐっていうところを追求した設計になってます。そういったイン側とアウト側で役割を持たせたアウトソールに仕上がってるっていうところですね。あとちょっとこうスピード感も感じるようなイメージですかね。あとソール前足部の屈曲性もいい感じです。結構スッて屈曲してくれますね。前作と比べてもちょっと柔らかさが印象的かもしれないです。まああとソールのね反り上がりも今回はギュッてこうなってくれてるんで、 XY プロと同じラスト採用してる分よりこうスッてこう曲がってくれる感じ。あとはこのスタッドの先端のところですね。ここタイマー毛線にしてくれた、まあ、ウレタン樹脂採用されてるんですけども、これが XY フォンの時と比べたら約1ミリ長くなってます。なのでその分このスタッドの持ちっていうのは良くなってる可能性があります。最後にラストとあとはサイズ感についてです。ラストっていうのはスパイクとかあとシューズとか靴のフォルム、横幅とかつま先の立ち上がりとか、そういったねもう靴の形を決めるこの重要なものなんですけども、まあ、XY4 の時は XY4 と XY Pro で異なるラストが採用されてました。ただこれ XY5 では XFly Pro と同じラスト採用になってます。なので、まあ、先ほどもちょっと言いましたけども XY Pro と同じラスト採用になったっていうところで、このソールのね反り上がりがより顕著になったっていうところですね。であとサイズ感についてなんですけども、僕の場合は前作の XY4 の時も 26.5cm でジャストサイズで、今回の XY5 も 26.5cm のサイズでジャストサイズで履けてます。なので XY4 を履いたことがある人はその時と同じサイズを選んでもらえば大丈夫です。ただやっぱり今回ラストが変わって、であとアウトソールも新しくなっているところで、一番安心なのはサッカーショップで自分で試着して、自分でこうサイズ感とかフィット感とか幅感とかいろいろチェックした上で、検討されるのがいいと思います。まあね、前作の XY4 も完成度高くてもう十分いいスパイクだったんですけども、あ、まあただねそのつま先の剥がれやすさっていうのは一つ弱点ではありましたけどね。はい。まあ、それを除けばまあすごいいいスパイクだったってところです。はい。でそれのアップデート版、進化版がこの XY5 になるんで、まあおのずと期待値は高いと言いますか、あとはこれを実際にグランドで履いてみたら、まあ、どういう履き心地なのか、どういうフィット感なのか、あと今回つま先の剥がれやすさっていうところは改善されてるのかっていうところがね非常に大事なポイントになってくると思うんで、そこはまた後日のレビュー動画の時にいろいろ語りたいなと思ってます。はい。というわけでここまでご視聴していただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター浩平でした。